こんにちは、永志です。今回はですね、ラクスパというスーパー銭湯がありまして、そこのスーパー銭湯のマネタイズの仕組みっていうのを解剖してみたという動画です。ラクスパってスーパー銭湯がですね、最近名古屋にできまして、その仕組みを解剖したくて、こちらのラクスパへ行ってきましたということですね。こちらがですね、名古屋の名東区というところで結構偏僻なところなんですけども、土砂降りの中、なんとか車で到着したところですね。で、全体の、構成目次はこんな感じになっていますと、ね。まずこの、館内に到着して、チケットを受付で買うんですけども、その、あれですね、LINE クーポンっていうのが実は事前に配られていて、そこのなんか割引で入れたんですけども、私は見せるのを忘れていましたってことですね。このクーポンを使うといくらか安くなるんですけど、この LINE アットに登録させるっていうことで、ラクスパ側から定期的にイベントとか割引の告知っていうのを受けることができるんですね。で、この LINE アットの、でのクーポンの配布っていう意図は、マーケティング的に言うと、LINE に登録させることで、お客様をこう囲い込みたいみたいな作戦だと思います。言い方を変えると、LINE でこう割引クーポンを配布して、お客様のに存在、お店の存在を知ってもらうために、とりあえず1回来させる作戦っていうことですね。とりあえずこの初回を安くして来店させるっていう作戦は、フロントエンドっていう、マーケティング的な用語があるんですけども、フロントエンドというふうに呼ばれています。よく通販とかで言われる、行われている、初回無料とか初回お試しセットとか、ああいうのですね、がフロントエンド商品と言われているもので、販売ね、こういうなんかこう、一般的な通販とか販売とかでもやってることって基本的に一緒です。で、フロントエンドに関する記事は、こちらの別リンクに貼っておきましたということですね。で、このラクスパですね、入場料金って1500円から1700円ぐらいで、なんですけども、でもその実はラクスパとかこういうスーパー銭湯って入場料金に設けていないんですね。だいたい1500円ぐらいなんですけども、他の部分で例えば設けていて、レストランで食事をしていただいて、そこでお金を落としていただくとか、あとよくあるのがマッサージとかがたくさんありますよね。足つぼとかね、あとエステとかもありますよね、女性向けの。あとびっくりしたの、散髪屋もあるんですね、理髪店とか。あと女性向けの顔剃りもそういう理髪店であったりとか、あとですね、こういうマッサージとかもちょっと割高な感じがしますよね。60分3000円とかの激安マッサージとかを知ってる私からすれば、高いかなというふうに思いました。で、あと食事もちょっと高いかなと思いましたね。メニュー表の写メ忘れたんですけども、でもその館内に入って他に食事するとこが実はないんですよ。その食事するとかないお客様からしたら、スーパー銭湯に来て、一日中ね、ゆっくりしてってことで、ついつい館内でこう食堂、館内の食堂とかで注文して食事をしてしまうっていう風なこう仕掛けですよね。食べるものないしって感じで。あと、このスーパー銭湯あるあるなんですけども、こう館内とかで移動するときにこうリストバンドをこうつける。で移動して、でこのリストバンドでいろいろ商品を買ったりとか、こうドリンクを買ったりとか、こう決済ができるようなシステム、ここのこの丸っこいやつですね、この丸っこいやつがこの電子決済の、あれになってるってことですね。これをピッて当てたら、いろんな商品が買えるようになっています。で、体感するときにこの自己決済っていう風なシステムを取ってまして、このなんかリストバンド決済があることでどういうことが起こるかっていうと、やっぱこの財布のこの紐がめちゃくちゃ人間って緩くなるんですよ。いうのもやっぱ手元に現金がないから、こうどんどん 水とか、ね、こう飲料水とか自販機で買っちゃうんですね。で、逆にこう現金でしか決済しないっていう風になったらどうなるかっていうと、例えば財布からこう100円取り出すのがめんどくさいから、ウォーターサーバーの水でも飲んどくかみたいなことになってしまう人が、多分私もそうだと思いますね。わざわざこう買うのめんどくさいなと思っちゃって、ね、ウォーターサーバーの水飲んじゃうっていう人も一定数絶対いるはずなんですよ。なんでこうリストバンドで課金するっていうシステムって、1人当たり入場料とは別に1000円くらいさらに課金をさせるっていう、すごく重要な道具なんだなというふうに思います。で、あとリラックスできてこう漫画が読めるスペースっていうのが、スーパー銭湯すごく多いですね。畳みたいな部屋でゴロゴロ寝転びながら一日中入れるみたいなことですね。で、これもやっぱり
あれですね、滞在時間すごい伸ばしたいから、わざとこういう仕組みになってるのかなっていうふうに私は分析をしていまして、あとこの人が多すぎてちょっと撮影ができなかったので、アクスパのサイトから写真をお借りしまして、でこう漫画読んでて集中したら数時間経過していたなんてこと結構ざらにあると思うんですよね。こうやって滞在時間を伸ばせば伸ばすほど、このお客様ってこう館内で買い物したりとか食事をしたりっていう風な率が高まって、さらにお金を落としてくれるってことですよね。で入力料で1500円で、食事で2000円で、飲み物代で500円で、マッサージで3000円とか使うと、平均してまあ1人6000円ぐらい使っちゃうんですね。ですごいですね。まあまあ、もうこのちょっと休みのテーマパークに一日行ってたみたいな感じになると思います。であとそのこのラクスパを見てて、謎解きとかいろんなこうイベントみたいなのを定期的に行ってるんですね。でそうすることによってこう新規のお客さんとか、その謎解きを一日中やってるお客様がいることで、滞在時間の増加を狙ってるのかなっていうふうにも思いましたね。まあ、普段謎解きとかやっちゃうお客さんって、まあ数パーセントとか別に来ない気がするんですけど、まあそういうふうな新規のお客さんを呼び込むってことですね。こういうインスティンクトっていうなんか洋画ですね。これとなんか謎解きを掛け合わせたようなイベントを数パーセント内でやっているってことですね。で、こう一日中いてくれることで滞在時間伸ばして、またさらにお金を落としてくれるっていうロジックですね。で以上よりですね、この数パーセントっていうのが入場料金で実は設けていないってことがよくわかります。あとこういうふうにこういろんなイベントやったりとか、食事どころとか漫画とかリラックススペースを設けて滞在時間を伸ばすって工夫が実はてんこ盛りでして、あとはこのリストバンドで課金して決済するってことで、お客様の財布の紐を緩めてるってことがよくわかりましたってことですね。ではですね、今回はラクスパってこの数パーセントに関しての動画ということで撮らせていただきました。では今回はありがとうございました。